じさん何撮ってるの？何？おじさんが何か撮ってたの？あのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね？じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って、キモ、私の足撮ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついてるかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を撮ってたんだね。ああ目撃者もいるみたいだし、さっきにパクってもらおうか。あ、それだけは許してくれ。許さねえよ。マメー、ドキ、どこへ行っちゃったの？邪魔なのよ。マメー、どうしたチビ？迷子になっちゃったの。母ちゃんと来たのか？うん、探してやりてえけど、これからバイトだからな。しゃあないか。よしチビ、一緒に探すぞ。うん、大半がいるわよ。あ、何事ですか？このチンピラが子供を泣かして誘拐しようとしてるわよ。いや、迷子だから一緒に。言い訳はゴミよ、子供から離れなさい。何なんだよ。お姉ちゃん行かないで。え、大人はみんな怖い人ばっかだ。でもお姉ちゃんの声は助けてくれたんだ。チビ、そのおばさんは嘘つきだ。子供が言うことに嘘はありませんね。ソウスケ、ママよかった。皆さんご迷惑おかけいたしました。じゃあ俺はバイトあるんで。お姉ちゃん助けてくれてありがとう。じゃあな。じゃあ私もここらで。足爪さん、あなたはそろそろレッドカードですよ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。これお年玉です。ありがとう。よかったね、ソウスケ。うん、ソウスケ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん、どういたどういた。あ、いたたたたたたた、まんまとお年玉を落としたわね。どういたどういた。結構分厚いわね、大金ゲットよ。おいこらてめえ、何よ。お年玉をお孫さんにでもあげるんですか？そうよ。僕もおいっ子にあげたいんですけど、いくらぐらいあげたらいいんですかね。そんなの知らないわよ。橋爪さんはいくらなんですか？え、切符？僕のだ。なんで切符なのよ。あなたが奪ったのはポチ袋に入った切符だったんですよ。じゃあ返すわよ。いいえ、年明け早々警察がお待ちです。ちょえ、ケンさん、国会議事堂へ行くバス乗り場はどこですか？ベスト、3番乗り場だね。3番ね、ありがとう。お気をつけて。お、男のガキみっけ。3番乗り場のバスに乗って国会議事堂前で降りる。あ、これだ。じゃあ出発するぞ。うん、ん、このバスは国会議事堂止まれますか？止まらねえ。え、黙って乗ってろ。怖いよ。ママ、助けてよ。黙ってろ、ガキ。話してよ。うるせえ。おいごろてめえ。あ？駅員さん。その子に手出すな。駅員がなんでここに？その子が心配で、ちゃんとバスに乗れるか見届けてたんだよ。バスの柄も違うし、運転手も態度が悪いし、なんか怪しいと思ってついてきたんだよ。余計なことしやがって。お前はここで終わりだ。エケンさん、ありがとう。もう大丈夫だよ。うん、なんだか騒がしいな。うん、あ、エケン、あれ、お前はいつものガキ？横山さん、あなたが犯人だったんですね。いや、何のことだ。おい、説明しろ。ボスが持ってこいって。え、何をだ。男のガキを持ってこいって。俺はそんなこと言ってないだろ。え、あそこの鍵を持ってこいって言ったのよ。警察だ。誘拐の容疑で逮捕する。すぐ。はあ、よし、帰ろっか。にぃ、間違えちゃったよ。どうしたの？俺の役を間違えちゃったの。僕と一緒だ。そうなの？名前は？清志。僕はソウスケ。よろしくね。うん。あれ、僕たち何やってんの？立川に行く電車を待ってるの。立川？もう行く電車ないよ。え？困ったなぁ。うえぇ、この電車は青梅で車庫行きだし、伸ばすわけにもいかないしな。もう帰れないの？嫌だよ。やるしかないか。司令官取れますか？はい、こちら司令。この電車、行き先を立川までにはできないですか？そんなの無理だよ。どうしたんだよ。困ってる子供たちがいるんです。天候も荒れてきて、このままにするのは危ないです。こうなったらお前は何言っても聞かねえからな。メトロさん、上には黙っとく。
立川まで送ってやれ。ありがとうございます。たく、よし、二人とも乗って。うん、ママー、ママー、宗介、きよし。え、誰？僕たちは友達だ。え、まもなくのぞみ号到着します。自由席は1号車が一番空いてるのよ。怖いおじさんがいるから2号車にする。宗介、聞こえるから静かに。クソが、2号車なんて一番混んでるのよ。ずっと立ちっぱなのよ。はい、ドアが開きます。どけどけどけ。宗介、行こっか。うん、どこも開いてないのよ。ママ、開いてたよ。座ってけるね。クソが、なんでなのよ。横山さん、実は1号車より2号車の方が倍ぐらい座席が多いんですよ。1号車は運転席があるので65席、3号車はトイレがあるから85席、2号車は何もないので100席もあるんです。すげー、やったね、宗介。行こう、めいちゃん。うん、昨日は雨が強かったから川には近づかないようにね。はいはい。あー、カエルさんだ。あー、めいちゃん。うーめいちゃん、待ってて。宗介、大丈夫？めいちゃんは？今、お医者さんに診てもらってる。大丈夫かな？めいちゃん！宗介くん、ありがとう！元気になったらまた遊ぼうね！うん！宗介、いつから泳げるようになったの？わかんない！でも、めいちゃんは助けないとだったから。よくやった！宗介くん、大好き！にひぃ！ママ、明日は雪だるま作ろう！宗介、明日から学校だよ。え？嘘だ！行きたくない！ダメだよ、学校の準備しなさい。やだ、もっと遊びたいんだ。ちょっと、どうしたの？今日で休みが終わっちゃうんだ。学校なんて行きたくないんだ。そっか、僕は将来何になりたいの？電車の運転手さ。いいじゃん。でも電車の運転手は冬休みもないんだよ。そうなの？みんながお休みの時も電車を走らせないとだからね。じゃあ僕も休んでられないね。駅員さん、バイバイ。行ってらっしゃい。ママ、どこ行ってたの？明日の学校の準備手伝って。え？もちろん。にぃ、ママ、次？次の次だね。よし、絶対に僕がボタンを押すぞ。ボタンを押すのはこの俺なのよ。え？バスの止まりますボタンを押すのが俺の楽しみなのよ。この子初めてのバスなんです。譲ってあげてください。諦めろ、俺と一緒になったのが不幸だったな。僕が押したい。なら俺より早く押してみろ。まあ無理だろうがな。宗介、頑張って。次はペイペイドーム、ペイペイドーム、降りる方はボタンを押してください。来た、わー、おりゃー、宗介、ジャコビ。え？腕をつったー。やったー、すげーわー、特急ゆふいんの森だ。かっこいいね。ママ、写真撮って。順番だから並ぼっか。うん。あー、もうちょっと引き目で撮れる。あー、はい。こいつ何枚撮るんだよ。あー、もうちょい引き目で撮れない？顔でかく見えちゃうじゃん。あー、すいません。知らねえよ、モデル気取りがよ。ママ、まだかな？もうちょっとだよ。これで大丈夫ですかね？あー、いいね。次、洋服変えるから待ってて。おいごら、てめえ。あ？後ろ見てみろ。え？みんな順番待ってんだよ。お前だけのものじゃねえぞ。でも俺の写真を待ってるファンもいるんでね。周りに迷惑かけてまで撮った写真なんて、ファンの子も喜ばないと思うぞ。あ、あ？電車はずっと止まってるわけじゃありません。あー、はい。限られた時間の中で、みんなが楽しめるように考えてみてください。ママ、撮ろう！俺が撮ろっか。ママがいい。あー。さん、どうされました？遅延証ください。どうぞ。ありがとう。次は1年生のリレー対決です。宗介くんはまだ来てないみたい。宗介くんがいないと負けちゃうわよ。でも仕方ないから他のみんなで頑張ろう。はい。位置についてよーい、ドン。あー、わー、みんな頑張れー。はっはっ、めいちゃん。お母様。めいちゃん、もういいよ。よく頑張ったね。バスに任せろ。え、宗介くん。あー、僕はのぞみ号だ。すごい速さ。いけー、一番。やったー、わーい、勝っちゃった。宗介くん、大好き。にぃ、もうわけわかんねえや。邪魔だ。すいません、東京はおっかねえ人ばっかっぺ。どけ。すいません、もう田舎に帰りたいっぺ。ん？
もう無理だべお兄ちゃんどうしたの長目黒まで行きたいんですが迷っちゃってなら IN に乗って渋谷で TY に乗り換えだねえあ息子は電車詳しくて IN ってあ IN は井の頭線のことああ TY は東急東横線だよああそういうことか東京わかんないよねはい先月上京したばっかでまださっぱりでそのうち慣れるさ慣れるさだとええんですがお兄ちゃんあの電車だよありがとう優しい人もういっぺなママ313系の電車だよかっこいいね大きくなったら運転したいなソウスケならできるようんごちゃごちゃ言ってんじゃないようあ、うるさかったですよねすいません席を開けろえ仕事をして帰ってきた俺が立ってて一日中ガキと遊んでるお前が座ってんのはおかしいだろあ、すいませんまったくこれだから若い母親はおいこらてめえへえちょっとソウスケママは遊んでなんかいないよ生意気なガキだなママはいつも手がボロボロになっても靴下に穴が開いてても頑張ってるんだそれは当たり前のことなのよ当たり前じゃないよおじさんはできるのそれは一番疲れてるのはママだママに席を返してよわかったよクソがソウスケにひわあ新幹線朝またはい、まもなく本庄早稲田発車しまーす。やっぱ新幹線は早いな着いた上野東京ラインに乗り換えだこちら乗り換え改札でーす。急げーお行っちゃったよ。ソウスケーママ切符通して出てきてあれ切符がないえ何やってんのどっかやっちゃった僕熊谷で切符置いてきちゃったでしょえ乗り換え改札は出口じゃないから切符が出てくるのに取らずに来ちゃう人が多いんだよねごめんなさい熊谷の駅員さんが保管してるから今日は大丈夫だよありがとうありがとうございますただいま線路内に人が立ち入ったため運転を見合わせておりますすいません電車いつ動きますか今のところわかんないですねそうですかソウスケ、大丈夫かな?ママの嘘つき!ボクちゃん、こんなとこで何やってんだ?兄ちゃんたちと遊ぼうよ!やだ!ママを待ってるんだ!可愛くね、小僧だ。やっちまうぞ!泣いても無駄だ!車に乗せてやる!おいごらてめえ!あ?何やってんのよ!誰だてめえ?そいつの友達だ!今警察呼んだからな!やべ、逃げるぞ!クソが!大丈夫かガキ?うんソウスケ何があったの怖かったよ警察だお前がやったんだな署まで来てもらうふざけるな俺は何もしてやめてよこのおじさんは僕のヒーローだえ助けてくれてありがとう今日はどこまで行くのママの会社のある横浜まで行くの一人で偉いね行ってらっしゃいませ TY に乗って終点の横浜まで余裕だねこのまま乗ってけば大丈夫だあれここ横浜ここは湘南台だよなんで横浜に行く電車だったのにあ、もしかして東急と相鉄が繋がったの知らなかったえ、うん3月18日から開通したんだよだからここまで来ちゃったんだもう一人間違って来ちゃった人がいるから一緒に帰ってください誰鳥だよ怖いおじさんだいつも怖いわけじゃないのよ行くぞうおいガキチョコやるよありがとう笑顔よしわあ綺麗な海だねママ携帯貸してはいわあ綺麗キャーどうされましたかこの人がお尻触ってきたんですいや僕触ってないですよ嘘つかないでくださいいや僕本当に触ってないですってお客様次の駅で降りてお話をさせてくださいちょっと待ってくださいよ後でゆっくり聞きますのでそのお兄さん触ってないよえ子供が何言ってんの見てないでしょ子供がたまたま動画撮っててこれよかったらあお客様疑ってすいませんでした助かった本当にありがとうございましたお礼はお寿司でいいよソウスケ何でも買います駅員さんどうしましたママがいなくなっちゃったもう大丈夫だよお名前はソウスケソウスケくん駅員さんに任してうん豊洲駅より迷子のお知らせですえソウスケ黄色い帽子をかぶった男の子名前はソウスケくんですよかった駅員さんのとこ行ったんだね
西改札にてお母さんを待っています。西改札ってどこだろう。お母さんどうかしましたか。あ、西改札に行きたいんですけど。僕もちょうど行くとこだったので一緒に行きましょう。助かりました。ママソウスケ、よかったソウスケ、エレベーターのボタンを押して。うん、ソウスケがいると助かるな。ママは重いベビーカーをしてるから疲れちゃうもんね。そうそう。ドキドキドキ。え、うん、もう満員だ。子供連れは後にしろ。おいごらてめえ。え、てめえは本当にエレベーターが必要か。階段より楽だから使ってんのよ。エレベーターがないと移動できねえ人がいるのがわからねえか。あんたは階段でもエスカレーターでも移動できるだろ。まあそうだけど。なら相手の気持ちになって譲ってあげてください。どうぞ。ありがとう。お、初めてのお使いかな。赤い名鉄に乗って豊川稲荷で降りる。あ、赤い名鉄だ。うわあ、かっこいい。え、まもなく豊川駅列車発車します。え、豊川乗ります。ちょっとソウスケ頑張れ。次豊川稲荷ですか。はい、豊川ですよ。あれ、お兄ちゃん、この電車は JR だから名鉄とは違う駅に着いちゃうけど大丈夫かな。間違えちゃった。もう戻れないですか。楽勝だよ。一緒に名鉄の駅まで歩こうか。うん、ソウスケ、なんとか来れたんだね。楽勝だよ。どうやってここまで来たの。にひー。あれ、ソウスケ、チョコは家にいっぱいあるでしょ。今食べたい。もう。お母さん、ちょっといいですか。はい。お子様はおいくつですか。え、なんか疑われてる。どうしよう。あ、6歳です。ってことは4月から小学生ですか。そうですね。もしかして買う切符間違ってた。ベスト、3月31日までタダでいいですよ。え、そうなんですか。はい、子供の切符が必要になるのは4月1日からです。てっきり保育園を卒園したので小学生扱いだと思って。こちら切符の代金お返ししますね。わざわざありがとうございます。ソウスケ、何、チョコ買ってあげる。やったー、笑顔よし。どうして僕にはサンタが来ないの。ソウスケ、ごめんね。僕が悪い子だから。サンタさんも忙しいんだよ。ママの嘘つき、サンタなんて本当はいないんだ。ソウスケ、どうしたの。僕にはサンタが来てくれなかったの。あれ、お母さんは。ママも嘘つきだから嫌いだ。そういえば昨日。ちょっと待ってて。昨日の女性の忘れ物って見つかってますか。あー、まだ見つかっとらんな。急いで捜索できませんか。今日必要な大切なものだったんですなるほどな。みんな、昨日の忘れ物リスト、社内清掃員への連携を頼む。ありがとうございます。ここで何が来るの。もうすぐ来るよ。ソウスケ、ママ、メリークリスマス。うわー、ありがとう。やっぱりサンタさんはいたんだね。だね。メリークリーよし。にぃひぃ、メイちゃんの年賀状がないよ。郵便屋さんも忙しいから明日来るんじゃない。昨日もそう言ってたじゃん。きっと大丈夫だよ。ほら、電車見に行こう。うん、社長さん。はい。年賀状をソウスケくんに届けてほしいの。そういうのは郵便局に行ってね。もう今日の回数が終わっちゃったの。じゃあ明日にしたら。届けてあげるよ。え、その子はどこにいるの。いつも豊橋駅で電車を見てるの。今日もソウスケくんはいると思うの。わかった、もしいたら渡しとくね。ありがとう。3日3系かっこいいね。そうだね。もしかしてソウスケくん。え、お友達から年賀状の到着です。めいちゃんからだ。シャスーさん、ありがとう。ありがとうございます。本当にいるとはな。わあ、カモメだ。やっと見れてよかったね。すごいすごい。いってー。ああ、兄貴が怪我しちゃったよ。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんで済んだら警察いらんわ金だよね。いや、そんな。お母さんの息子さんがぶつかってきたんだから責任取らねえとな。新幹線乗るお金があるなら払えるよな。わかりました。いくらですか。全部でてめえらだっせえな。あ、なんだてめえ。お母さん、こんな奴らに払う必要ないっすよ。てめえ調子乗ってんじゃねえぞおい、人たちが何やってんだ。やべ、逃げるぞ。また来るからな。お兄ちゃん、しっかりして。お兄ちゃん
バカだな、今のお前じゃ勝てねえよ。教えてくれよ、強くなりてんだよ。明日から特訓な。はっはっ、はい、終電まで繰り返すよ。こんなんで強くなんのかよ。はっ、何事も基礎が全てなの、黙ってやれ。ホームで何やってんだ。はっはっ、はい、一回一回集中して。僕にも教えて。え、ママを守るのは僕だ。男じゃん。はっはっ、何事だ。マジであいつ雑魚だったな。俺らに怖いもんねえよ。おい、あれ、前ボッコボコにしてやったクソ雑魚とクソガキじゃねえか。慰謝料払いに来たか。やだね、僕もママも謝ったもん。だから前も言ったよな、ごめんで済んだら警察いらねえって。つまんな。あ、クソつまんねえなお前ら。てめえぶっ殺すぞ。俺たちは誰かを守るために強くなる。